サッカーファンの皆さん、お待たせしました。この時間はサンシーロからインテルと AC ミランの試合をお送りします。実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じサンシーロを拠点とするこのミラノダービー、今日はインテルのホーム戦ですね。はい、収容人数8万人を超えるこのスタジアムが満員になるんですから、いかにミラノダービーの人気が高いかが分かります。この雰囲気の中でサッカーをするんですから、選手は燃えているでしょうね。熱戦に期待しましょう。こちらはインテルの先発メンバーです。一般的な 3-5-2 ですね。守備的になることも攻撃的になることもあります。こちらがミランの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。AC ミラン対インテルの試合がキックオフを迎えます。強豪同士の戦いになりましたね。インテルはサイドに持ち出すでしょうか。デクラン・ライス、マルセロ・ブロゾビッチ、ミランのボールになりました。カウンターも狙えます。ルーカス・ビリア、スソ、中には入りません。クロスをブロック。順位表を見ると随分勝ち点の差が開きました。このまま行くとあっさり優勝が決まりそうですね。追いかけるチームの調子が安定しませんね。優勝争いを盛り上げてほしいんですが、今シーズンは難しそうですね。チャルレス・アランギス、ビグリア、このパスは読んでいました。マルセロ・ブロゾビッチ、これはいけません。あっさりとパスカット。ジャコモ・ボナベントゥーラ、ここはシュート、キーパーがキャッチしました。これは見事なパスカットです。デビッチ、決まるか、入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。かなり長い距離を走って一人で持ち込みました。フィニッシュまでこの選手の独壇場でしたね。別の角度からご覧ください。監督もリードされて落胆してますね。選手に何か指示を与えています。試合が再開されます。ここまではミランの試合巧者ぶりが目立ちます。この試合はミラノのクラブ同士が戦うミラノダービーです。激しい雰囲気ですね。同じ街を本拠地とする長年のライバルが戦うダービーマッチ、スタジアムも盛り上がっています。ミランもインテルも世界中に名を轟かせたビッグクラブです。チーム状態が悪い時期もありますが、この対決ではそんなことを言っていられないでしょう。互いにこの相手にだけは負けられないはずです。プレスがかかりました。ジャコモ・ボナベントゥーラ、ファビオ・ボリーニ、さあスタジアムのテンションが上がります。
スソーゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ゴール右にシュートが突き刺さりました。止めようがありません。こちらのカメラからの映像です。マッテオ・ポリターノ、デクラン・ライス、マルセロ・ブロゾビッチ、このパスはカットされました。チャルレス・アランギス、ここから狙うのか。アランギス、ルーカス・ビリア、ディフェンダーのインターセプト、外に出てスローインになります。ミラン、チャルレス・アランギス、ここでボールはインテルに。このボールはキーパーがキャッチ。前半終了も近づいてきました。ミラノダービー、現在はミランがわずかにリードしていますが、インテルも負けていません。ミランはこのリードを維持したまま前半を終えたいでしょう。ここで追いつかれると嫌な気分で後半を迎えることになります。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。何を狙うのか。打った。このシュートは惜しくも入りません。コントロールされた素晴らしいシュートでしたが、あと一歩でしたね。デクラン・ライス、アタッキングサードに入ってきた。試合が止まって判定は PK。 インテルが PK を獲得。これは PK、 さらに退場。この退場は避けたかったですね。チームが追い込まれます。ミラン選手交代です。これが入らない。止めた。前半が終了しました。スコアは2対0、2点のリードでハーフタイムを迎えます。この選手はゲームの鍵を握っているかもしれません。違いを見せています。得点したのも納得です。シュートを積極的に打っていました。後半開始のホイッスル、ミランのキックオフです。あっとボールを奪われます。カウンターも狙えます。インテルがボールを失いました。このカウンターは得点になりません。ボールを失いました。スソ、ボールロスト。デクラン・ライス、このボールは重要です。ここセリアでアウェーチームが次節に対戦する相手はこちらです。ご覧ください。見事なパスカットです。
ここはクリアしました。うまく組み立ててビッグチャンスにしたい。インテルのスローインです。ミランが選手を交代します。ブロゾビッチ、視線が中にいった。さあ出すか。相手に当たってコーナーキックになりました。これはあるか。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。インテルのスローイン。アレクシス・サンチェス。ザハー、キーパーがうまく飛び出した。試合前にニュースがありましたが、シャルケが選手を獲得しました。はい、この移籍でチーム力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。パスをサイドに送ります。折り返せるか。ボールは蹴り出されます。デビッありそうだ。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。インテルは選手を2人変えてきます。ボールはエリアへ。どうだ。ハンダノビッチがかろうじて触っている。ボールはバーを越えていきました。ボラベントゥーラのコーナー。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。ミランがボールを取りました。デビッチ、うまいパス。ここは簡単にキーパーがさばきました。ボールをダッシュ、寄せが早い。ナチョ・フェルナンデス。さあどうする。あっとこぼれた。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。カウンターからゴールを狙いましたが、ボールをキープできません。反撃が始まるか。ミラン選手交代です。低い位置でボールを受けました。なかなかボールが来ません。デクラン・ライス、果敢に仕掛けてボールを奪いました。ビルフレッド・ザハ、ここはインターセプト。しっかり予測していました。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。このパスは読んでいました。素晴らしいボールです。これはスーパスか。ガブリエル・ジェッツ、よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。うまく読んだインターセプト。ボールは相手に渡りました。
決まれば1点差。このボールはキーパーがキャッチ。笛が鳴ってタイムアップ。試合が終了しました。注目のダービーマッチは相手に軍配が上がる結果になりました。福西さん、試合を振り返っていかがでしょうか。はい、スタジアムの雰囲気といい、これぞダービーという戦いでしたね。結果は残念でしたが、内容的には悪くなかったんじゃないでしょうか。